皆さんこんにちは。2023年12月30日の、10時13分、淡井圭介です。まずは、ホームページ淡井圭介の行きの51番、世界の人口統計についてを、申し上げようかなと思います。日本の人口統計を調べているうちに、本当の人口6000万人台ではないかもしれないですね。1億2000万人という表記ですが、一応他のところでも説明してますけども、一応言っておきますね。1億2000万人絶対いません。日本人、日本に住んでる人で、これは第二次世界大戦の頃に食糧不足で海外への移民政策を日本政府は行いました。ブラジルへの移民だとか、チリだとか、フィリピン、インドネシア、まあ、台湾、まあ、朝鮮半島、まあ、中国の方の、まあ、戦争の残留孤児だとか、まあ、ロシアにしても、戦争の後捕虜となって連れて行かれた人たちなど、あとその後の経済発展でも、1990年代にバブル崩壊がありましたが、1990年に。その少し前のその経済発展の時に、それはそれで海外にこう進出した企業とかで、海外の方と結婚されて、そちらに移住された方たちもいらっしゃいます。で、その、まず、日本人のその、100歳以上の方たちとか90歳以上の方たちとか、まあ人口統計ありますよね。そういった方たちの大半の方はお亡くなりになっているはずです。まず間違いなく。人間は100歳以上まず生きません。で、その頃、その年代の方は100何歳とかそういう年代の方は第二次世界大戦の子30歳ぐらいの方たちだったんですよ。で、90代の方で20歳ぐらいで、特攻隊させられた方たち、要するにあの体当たりで突っ込んでいくっていう、とても普通の人間にはできないような行為ですよね。怖くてできないはずですよ、普通は。で、その当時の、神風特攻隊をさせられていた人たちで、20代前後の人たちがかなりいたと。中には18歳とかそういった方たちもいらっしゃいました。で、そういう年齢層の方たちが、その90歳以上の、方たちであったりするんですね。で、その、海外でお亡くなりになられて、その安倍政権の頃に、その、死亡統計を海外から、調査して回してもらって、で、集計して、で、それがやっと4年前ぐらいからしっかりと稼働し始めて、人口減になっていったんです。日本人の数が。死亡届は回ってきてるだけの話なんですよ。生まれてくる人たちは、こちらが男性、こちらが女性として、こういうふうな形で2003年以降、個人情報保護関係が出来上がってから人口生まれてくる人たち、基本的にもこういうふうな形になってるんですね。ある年だけちょっと横にちょっと出たりしてるんですけども、極端な少子化が始まっています。で、その本当の人口統計が追いつくのが30年以上かかるんじゃないかなというのが私の見込みなんですね。一応昨年なんかは人口減が、40数万人ということで、それだけ死亡届のその日本お亡くなりになれた方で、本流は日本の方でしたっていう方、日本国籍も取得され、日本人として生まれて海外へ移住された方でしたというのを、その調査ですね、それが年々早くなっていって、昨年は40数万人ほどの減になったんです、人口が。生まれてくる人たちがいらっしゃるんですよ。で、もちろん日本国内でお亡くなりになられている方たちも、1年間の間にそれなりにはいらっしゃいます。で、これはなぜそう言えるのかって言ったら、その、前輪さんの地図とかで調べてみたらわかると思うんですけども、例えば、三田市、家の件数が、1万件あるかないか、で行政が発表している人口10万人、
すべての家に人いると思います。空きありますよね。で、一つの家に10人ほど住んでることになりますよって。これ聞いただけでもわかるでしょ。行政がいかにその仕事が追いついてなかったかと、あともしかしたら地方交付税法のことが頭の中をちらついていたのかもしれない。その人口統計によって地方に回ってくるお金の量がね、決まってくるんで、で、銀行は銀行で、その死亡がしっかりと分かった時点で、その口座にずっと溜まっていた年金などは、回収されるんですけども、死亡届は届くは届くほど海外からね、あ、本流は日本の方でしたと。それは来れば来るほど銀行の預金残高は減るんです。っていうことは、ボルカールールやスティーガル法のように、銀行が保有できる株の率、資産に対する、まあ、口座に預けてる預金額といった方がいいんですかね。だから、その辺のところのパーセンテージが、どういったらいいんですかね。下がるって言ったらいいのか、上がるって言ったらいいのかわからないんですけども、実際、口座のお金が減っていく。で、それによって、その、株、のその保有できる率っていうものが、その金額に対してのね、それが、まあ少なくなっていくと。まあこういうような形になると、金額が減ってますから。だから、政党交付金に関してなんですけども、これは法律で、もともと250円かける人口で政党交付金が、支給されてたんですよ。で、それは法律でそうなっていて、もともとは昔一杯喫茶店のコーヒーが250円だったらしいんですよね。で、かける人口ということで、まあ1年間で、まあ税金から、まあ一杯のコーヒー代ぐらいをお出ししていただいてと、まあそれによって、政治家として活動させていただきますと。まあそういうような内容が政党交付金だったんですよ。で、もともとそういうことを、その、国会議員の方たちは知ってたはずですから、やっぱりテレビを通しての受け答えで、6000万人ぐらいで計算したみたいですね。で、6000万人を下回ってる可能性これありますよと、私の方で今調査してますけどもっていうことを言ったら、それだったら我々が悪いということになるって言ってるんですよね。だからその政党交付金の金額のことだと思うんですけども、そういう状況なんですよね。で、これ日本だけじゃなくて、第一次世界大戦から第二次世界大戦があって、その後にベトナム戦争とかアフガニスタンとかいろいろあったんですね。まあミャンマーの方とか、今インドの方とかでもいろいろありましたけど、アフリカ大陸の方でも。で、こうなってくると、世界中いろんな国に、その難民という形で移動されている方たちがたくさんいらっしゃって、二重国籍になられている方たちがたくさんいると。だから二重国籍の人は、世界的に見ると、その人物は一人しかいないのに、まあ、例えば日本とアメリカで、まあ、スポーツ選手でね、例えば大谷翔平、彼がアメリカの国籍を取得したとしましょう。で、日本にも親がいるし、日本人としての国籍とアメリカ人としての国籍を取得しましたと。これはメジャーリーグへ行った人たち結構います。で、その人は一人しかいないのに、大谷翔平は一人しかいないのに、日本人として1、アメリカ人として1として統計されるんですよ。っていうことは、実質一人しかいないのに二人になるんですよ、世界中に。世界で。で、三重国籍の人は一人しかいないのに三人ということになるんですね。で、だからまあ、大きな会社の、その社長さんの集まりの会長さんなどは、世界中飛び回ったりするから、まあ、いろいろな国籍を取得されてる方、たくさんいらっしゃったんじゃないですか。だから実際一人しかいないのに、5カ国ぐらいのその国籍を持ちの方はいらっしゃったんじゃないですか。探せばそういう人いると思いますよ。その方が便利がいいからとか、そういうことで。だからこれはね、日本なんかは周り島国、日本は島国で周りがね、陸続きの国がないから、まだ往来っていうものはあんまり激しくないんですけども、
アフリカ大陸とかヨーロッパとか陸続きのところは人の往来が激しかったんですよ。複数の国籍を職、もともと普通の生活をしていたとしても、難民としてではなかったとしてもね、普通に隣国と行き来したり、例えばスポーツ関係とかで。ただあるじゃないですか。ヨーロッパのね、サッカーリーグとかで、しょっちゅういろんなチーム、いろんな国のチームを行ったり来たりされてる方たち。自分の国プラス、行った先の国の国籍を取得されてるケース。だから、日本人のメジャーリーガーになった人たちとかの例で挙げると、まあそういうことをやるんですけども、例えば、上原さんっていう、まあ、もともと読売ジャイアンツの投手だった人が、まあアメリカに渡って、で、まああちらでのそのアメリカでの生活が長いものですから、まあ、息子さんだったと思うんですけども、まあアメリカの学校を通ってると。やっぱりこういう形になるんですよね。だから、日本人として、そのすごく活躍された人が海外へ行くと、やっぱり海外で活躍した場合、そこの国の人になってしまうと。日本にもまた戻ってこられていますけども、その時ね、お子さん大丈夫なのかなと。英語で、英語はすごく、もちろんアメリカで生まれ育っているから英語は上手いんでしょうけど、今度日本語の方が難しくなるじゃないですか。まあまあそういった分はひとまず置いといて、まあ先に人口統計の話しますけども、これね、世界中で人口はずっと、増えてるような表記の仕方になっていましたけども、これは実際は人口横ばいだったかもしくは減ってる可能性すらあるんですよ。これは日本で言うと、そのね、2003年の個人情報保護法関係で生まれてきてる人たちの数が明らかに減ってるんです。で、ただただ、その海外からの死亡届が回ってきてなかったから、だから、大卒そこそこでね、アナウンサーになるなんか無理だと思うんですよ。社会経験いろんなところで働いて、社会経験積んで。で、例えば新聞紙、全国紙をね、朝刊も夕刊も10年間ぐらい読み続けると、全国紙5紙プラス、僕は地方紙の神戸新聞を、まあ10年ほど朝刊から夕刊をほぼ毎年、すべて発行されているものを名刀してたんですけどもだ最終的にそこまでしても現地まで見に行かなきゃわからないっていうのもあるんですよで結構記事も間違えてるし昔のフェイクニュースとかも平気で流してるし結局なぜこのような形になったんだろうになるんですよ世の中自体がねまあ、その二重国籍になる部分はある程度しょうがないと思いますよ。例えば戦時下の時に難民としてね、他国に行かれた方で自分の国に戻りたい、自分の国の国籍を抹消されたら困るっていう方たちもいらっしゃっただろうし、そもそも自分で役所に届けたかったら国籍なんか抹消されないでしょ、人権的に問題があるから。でしょ？で、そこでエネルギーの残存量問題を付け加えると人口横ばいだったのにエネルギーの消費は年々ずっと加速していると。コロナウイルスの時だけですねエネルギーの消費量が一時的に下がったの渡航制限をかけた時だけそれも1割にも満たなかったと思いますよ消費量がっていうことは多くの発展途上国は先進諸国化していて車を売りすぎたっていうことになるんですよ。で、その人口統計がはっきり分かってなかったら、世界に進出するにしてもですよ。だから、例えばね、もともとオーストラリアという国は、オーストラリアさん、2000万人という表記じゃないですか、もともとがね。もともとが2000万人だったら、じゃあ、実際の人口何人なんだろうってなるでしょ。それよりも多いことは絶対ないですから。それよりも少ないことがあっても。だから、韓国とか北朝鮮もそうだし、中国だって、僕は二十歳ぐらいの頃から一人っ子政策とか聞いてましたよ。じゃあ、中国の人口って、本当のところどうなんだろうって。日本は2003年でしょ？個人情報保護関係が出来上がって、生まれてくる人たちの数がね、一気にこうなり始めたの。連絡がつきにくくなったっていうことで。で、じゃあ中国の方たちの人口って実際、10億人はまずいらっしゃらないと思うんですよ。陸続きだから。
でっていうのはね、あの一番数年前に、まあ、10年ぐらい前とかテレビのニュースとかでよく見かけた方いらっしゃると思うんですけども、中国の方が一番海外に進出してるっていう話聞いたことないですか。華僑の方たちという話で、アメリカの方にも中華街がある、いろん、まあ、ロシアの方にもある、いろんな国で中華街がある、まあ、日本にもあるじゃないですか中華街、横浜と、まあ、神戸の方にあるんですよ。神戸市の方に、横浜市と神戸市、神奈川県と兵庫県ですね。で、まあ、けど、まあ、日本はね、距離近いし昔から交流があったから、まあまああって普通だなって思いますけども、まあ、その第二次世界大戦、日本が終戦した後、中国の方では、まあ、内紛みたいな形が続いていたじゃないですか。それによって、まあ、海外に逃げていった方たち、落ち延びって言ったらいいんですかね、どう言ったらいいんですか、まあ、避難された方たちとか。だから、そういう状況で、ね、その100歳以上とか90歳以上の人たちで、その、まだ生きてるっていう人口統計っていうのは、ほぼ間違ってると。その数丸々いらっしゃることは絶対にないと。特に100歳以上。そこは極端に数が、実際生きてる人はまずいないと。っていうのは、老人ホームにこの近辺で私働きに行って、本当に100歳以上の方っていらっしゃいますかって聞いたんですよ。で、ここにはいませんと。で、保護の、老人ホームに、つてのあるところに、聞いてもらったんですけども、どこでも100歳以上の人なんか見たことないって言ってますって。これが回答だったんですよ。もうそんなもんだと思いますよ。まあまあ戦後間もない頃の方たちの年齢でしょうから、まあ今の60代、70代の人たちはもう少し、まあ普通のね、今表記されてる平均寿命の80歳とか81歳とか日本人が世界1位になってますけども、まあそれを上回ってもおかしくないといえばおかしくないんですけども、その食料事情が違いますからね。で、ただ、日本人のその平均寿命が世界ナンバーワンになってるっていうのは、死亡届の回収ができてなかっただけで、まあ海外のところでも亡くなりになれた人たちの、今まで死んだ人たちをね、片っ端から今調べてもらってるんですよ。で、そういうことができるのって多分司法書士さん以上の方だと思うんですけども、日本で言うと、その、原戸籍謄本って言ったらいいんですかね、6代前まで遡ってね、親族の、その履歴が見れると。で、まあまあ私も何代も前まで遡っていくと、もう 5代前か6代前のその方のお名前でね、そのまあ 女性の方で種っていう名前を見た時いや、まあ、そりゃまあその当時農作物重要だけど、この名前絶対からかわれるっていう、その当時は結構たくさんいらっしゃったみたいなんですよ。ひらがなでね、まあ種っていう、そのさすがに6代前とかなったら、もう200年以上絶対前じゃないですか。識字率とかの問題とかもあったと思うんですよ。そんなに難しい漢字書けないだとか、その当時絶対パソコンなんかみんな扱えないじゃないですか、ほとんどの人は。6代前とかになったらパソコンまだこのようにあったのかな、なかったのかなの時代だと思うんですよね。あったとしても、まあ、なんかこう大きいパソコン、なんかね、科学室というか、研究室というか、コントロールルームというか、なんかそういうところに大きな機械があって、まあまあパソコンの元々の原型となるような大きな機械が置かれていたと。だから、第二次世界大戦が終わった頃でも、パソコンどころかワープロが扱えたらまだすごい人の時代だったんですよね。だからそれ考えたら、その第二次世界大戦の直後に、まあその発展途上国である国で、その死亡届の調査ができる人たちが何人いらっしゃったかっていうことになるんですよ。そのね、その6代前まで遡るその原稿籍謄本で十何万かかるんですよ。頼むの、本当に。今でも領収書取っておいてるんですけども。まあね、っていうことは、あとはまあ弁護士さんとか、もしくは国によってどうなってるかわかりませんけども、例えば行政のその、局長以上の人とか部長以上の人とか課長以上の人とかだったら調べることができるとか、まあまあ原稿付き動画を作るわけじゃないから調べる範囲だったらこれぐらいの人たちまではできるとか、例えば警察官の方である程度のその階級の人とかもそういうことはあるかもしれませんけども、その例えば
世界中からね、その何十万人もの一回死んだ方たちのその死亡届をね、見てもらって、そのこの人はもともと日本人だったっていうところまで調べてもらうのってすごく大変だったと思うんですよ。だからもし極端な話、海外から仮に、去年、30万人分の、死亡届が、来たと、もうだいぶ前にこの人たち我々の国で亡くなってますと、その30万人を調べるのに300万人分調べているのか、もしくは1000万人分調べているのかもしれない。世界中いろんな国に散らばってますから、世界中で調べてもらってますから、これ世界どこの国でも同じようなことを今してもらってるんですよ、安倍政権の頃にね。それをしなかったら、やっぱり銀行にもお金があるし、行政が、特に大きな震災とか発生してない各都道府県ですね、そういったところ、特に大阪とか、お金がありそうなところ、ああいうのにカジノの誘致とかに結局動いてしまったでしょ。あとでそれ、銀行からお金回収されるんですよ。死亡届が回ってくれば回ってくるほど。何も考えていませんでしたの世界になるんですよ。だってカジノなんか、アメリカのラスベガスでさえ、カジノだけで見ると、大赤字なんです。だいぶ前からですよ。で、いろんなところにカジノ、まあ、大小含めていろんなもの出来上がってるんですけども、倒産してます。当たり前です。あんなもの、今ゲームが流行ってる今の時代に通用するわけないでしょ。普通に考えたらわかるでしょ。ポーカー？そんなもの昔から、ね、別にお金はかけてなかったとしても、テレビゲームとかでありますよって。ね？ルーレット、タバコ転がすだけ、あとはどこに入るかどうか、楽しいか楽しくないかぐらい分かるでしょ。大したことしてないっていうことが。負けたら負けたで腹立つでしょ。そんな、儲かるわけないじゃないですか、最初から。日本だってパチンコ業界ね、ものすごい数倒産してるんですよ。ここ10年、20年間の間で。それでもまだパチンコ店がオープンしようとしていて、なんで現実を受け止めようとしないのって、どうせ倒産するよって。遅かれ早かれ、本当に。で、動画お金出してるって見たら、ゲーム会社。わかる、考えてること。せっかくゲームで稼いだのに、自分たちの退職金とかつぎ込んで、パチンコとかパチスロ屋開いたのって。って。それで自分たちの退職金後で払えませんでしたってなった時に、それ国家賠償法なんか通用しないでしょ。でしょ？エネルギーの残存量問題考えても、人口減ってるんだから、そんなもん、今更打って出れる業界なんかないんですよ。本当にスーパーマーケットも含めて、本当はね、芸能界ばっかり見てる人は、芸能界が いかにお金持ちになれるかとか、そういうような方向性で勘違い してますけども、違いますよ、全然。ジャニーズも昔から何回も倒産してますからね、本当に。ちゃんと言ってますから、田原さんとか。田原さん、少年隊でしたっけ、東山さんが少年隊なのはわかるんですよ。その後、光源氏、というグループが出てきて、そこも10年ぐらいで消えていってるんですよ。ほとんどのグループは10年ぐらいで消えていくものだったんですよ。だからその当時から言われていたのは、あんなものは若いうちだけだって言われたんですよ。だからまた社会のことがよくわかんない若手の人たちが、とりあえずキャーキャー言って、その CD の、内容とかをよく精査しないで顔だけ見て、だから恋愛商法みたいな形になってしまってたんですよ、きっと。さあまあ、ブサイクかブサイクじゃないかは、それはブサイクじゃない方がいいには決まってるんでしょうけども、完全に恋愛商法になってしまったら、曲のクオリティとかで勝負しなくなるから、その路線行ったら絶対ダメになるんですよ。もうある程度の年齢の人たちとか、後から、なんでこんな CD 買ったんだろうとか、なんでこんな曲をってなるから、それが現実として。で、まあ、僕は二十歳ぐらいの頃、第二次バンドブームか第三次バンドブームと呼ばれていて、まあ、いろんなバンドの方たちが出てこられていて、まあ、
テレビ番組ではあのブレイクアウト祭りとか放送されてたんですけど、もう人口統計がね、根本的に間違っていたら、そんなにたくさんみんなが しょっちゅう毎年何十組も、まあまあバンドだけじゃなくて、まあアイドル含めて、いろんな、もうソロの人たちとかも含めて、もう何十組もデビュー毎年されたって、無理じゃないですか。それだけみんながいろんな会場でライブ開いて、集まるわけないんですよ。スポーツ業界はスポーツ業界でお客さん集めなきゃなんないでしょ。埋まるわけなくなってくるから、そんなもう日本人同士お客さんの取り合いしちゃって、人口統計はもう生まれてきてる人たちが2003年以降もうこうなってるんだからもう無理だってっていう形になってるから、だから人口統計を失敗したら何もかも失敗するんですよ。で、ね。新たな業種なんか絶対手出しちゃダメなのに、もう 99.9999% の業者はそうなんです。もう今あるところで頑張ったらよかったんです。本当に。雇ってもらったりして。本当に。それしなかったら資源の無駄遣いになるから、エネルギーの残存の問題的にスーパーマーケットの前にスーパーマーケットを作って、スーパーマーケットが20年後ぐらいに倒産しましたって言われたって、アホかぐらいしか思わないじゃないですか。本当に。それをずっと行ってたのはコンビニエンスストア。本当に。出しては潰れて、出しては潰れて。だからもうその地元に住んでる人で、詳しい人に聞いたらいい。例えば、この辺ね、神戸市北区の、有野中町とか藤原台とか、あの辺りの近辺。もともと1995年に阪神・淡路大震災があって、1995年の8月ぐらいに、藤原台の仮設住宅に引っ越ししてきました。で、そこには近くにエコーリラとかがあって、あの、駅を降りたところに、北新ビルが左手にあって、まあ、右手の方にね、三原美容院というところがあって、その手前に、もともとローソンというコンビニがあって、そこはもう倒産してるんですよ。で、左手の北新ビルの方に、一度、その後、理髪店になってるんですけども、その前は、もうその理髪店も倒産したんですけども、その前は、ファミリーマートがあったんです。そこもなくなってるんです。他の、今は、その岡場駅を降りたところ、すぐのところに、駅の、その乗り口のすぐ横に、セブンイレブンがあるんですけども、あと、田藤駅の近辺にもセブンイレブンがある。で、有野中町の真ん中ぐらいのところ、道路沿いのところに、ローソンがある。あともう一軒、藤原台の駅の近くにローソンがあったような気がします。まあ、もともとは、たんですけども今もあるかどうかは分かりません。コンビニエンスストアの近くにコンビニエンスストア出して稼げるわけないじゃないですか。普通に考えたら分かることなんですけども。だって人口減ってるんですから。人口統計を失敗すると、まあ、だから、世界中に進出するときもそうなんですよ。だから、経済規模って僕はただ言いますけども、その音楽関係とかね、ゲーム業界とか、世界中への販路っていうのも、広げてきた人間のうちの一人なんで、私も阪神・淡路大震災を、しっかりと、皆さんにご相談して、他国で、ゲームとかアニメとか、販路を広げさせていただきました。映画、アニメもそうです。宮崎駿監督という日本に天空の城ラピュタと風の谷の直しかっていうものを制作された、素晴らしい監督さんがいらっしゃいますと。こちらの方の作品だったら間違いありませんっていうこととか。だから、天空の城ラピュタとか、風の谷の直しかは、その年の売り上げで見たら、その映画館で放映された、日本のね、その年の、売り上げで見ると、あんまりそんなに金額大きくないんですよ。だから、やっぱり海外の映画館とかで放映させてもらう、日本の普通の映画も含めてですよ。ゴジラとか、ああいう風なものも含めて。それによって大きな売り上げが出せるかどうか。なんですよね。で、もともと100億超えなんて、もともと、まず、なかなかできなかったことなんですよ。だから、今でこそできてることですけども、昔、ハリウッドに勝てる業界なんか、どこの国の、映画を作るところではなかったと言われてたんですけど、今は違うんですよね。いろんな国で、それなりに、実績のある監督さんとかいらっしゃって、で、コンスタントに、面白い作品を、面白いっていうのは、笑うとかじゃなくてね、クオリティの高い作品を作って
来てらっしゃると。だからそういうふうな部分があって、まあ我々消費者として、まあまあいろんなところ関わってますけども、まあ、消費者としての目線から見させていただくと、クオリティの高い作品が見たいんですよね、結局は。例えば2時間近く消費したりとか、まあ、90分なり消費して、お金払って見た映画が面白くなかったら、あ、他の映画見た方が良かったわってなるじゃないですか。これもまともな心理であって、まあそこはもうどこの業界もクオリティで勝負してるのであって、でまあその辺のところが、まあ日本のその漫画アニメゲーム音楽にも関してクオリティの高いものであれば、まあ信用してもらえると、まあそういうところは大事にしていただきたいなっていうところなんですけども、ただ人口がね、完全にこれ人口統計がやっぱり今、例えば中国人の方がね13億何千万人いらっしゃるっていうことになってますけども、実際は10億人いらっしゃらないと思いますよ、どう考えても。でだからそれはインドとかでもう今の人口統計の数よりも少ないでしょうし、アフリカも相当違うと思いますよ。あ、まあこれが現実ですんで、ただ一番の問題はそのエネルギーの消費量はね、ずっと石油の消費、1年間の消費量とかはずっと拡大しっぱなしであると、ガスに関しても。だからその辺のところをなんとかしなければならない、節約の社会に変えなければならないっていうことなんです。以上です、皆さん、チャンネル登録や着信通知の設定、よろしくお願いいたします。わからない方は最寄りの方に聞いていただいたり販売店で聞いてください。以上です。